ゆっくりしていってねー。どうしたのぜ霊夢、ヤブカラスティックに。クラウゼダークトジーフジコルプ、そいつはそう思うのぜ。つうわけで、映画、デッドプール&ベルバリンのレビュー、考察動画を始めます。この動画を見れば誰におすすめで、どんな映画なのか、の参考になるように作ったのぜ。なるべく辛辣にならないようにはしているつもりですが、好きな作品を酷評してしまったら、本当に申し訳ない。あくまで、おまんじゅうはこう思うという独断と偏見なのぜ。それでは、ゆっくりしていっ今来た産業、マーベル映画、デッドプールシリーズの第3弾、コメディ多めで見やすいマーベル映画なので、若い男の子におすすめ、それと、セクシー担当のヒュージャックマンの、色気ムンムンのケムクジャラドスケベボディ、も堪能できるので、女性や、バラな男子にもおすすめ。で、この映画は別に前作のデッドプールシリーズとかを、見なくても楽しめる設計になっているが、主人公のデッドプールが鼻つかる口だったりメタ発言。メタ発言ってのは、本来は読者や視聴者さんしか知り得ない情報を発言する行為なのぜ。例えば、俺ってば人気投票さんへのキャラじゃん。とかね。で、こいつはそういった、メタ発言連発するトリックスターなキャラクターであり、その部分が人気の秘訣なのだが、それのせいで、非常に深いマーベルの知識がないと結構置いてけぼりを食らう。知らなくても見れる配慮はされているのぜ。何よりも、おまんじゅう的に、アベンジャーズ以降の、ハリウッドマーベル映画の非常に悪いところだと思うのだが、それぞれの映画が時系列で繋がっているので、例えばこの映画の場合、最低でもローガン2017の映画を見てないと、わからないところが多い。それ以外にも、直接は関わりのないものの、デッドプールにで出てきた、キャラだったりといったキャラが出てきたりと、全体的にアベンジャーズ以降の、マーベル映画はカジュアルにたしなめない作品になっているところは否めないのぜ。例えば、中学生スパイダーマンを見るのに、アベンジャーズを見てなきゃよくわからないとか、中学生スパイダーマンのスパイダースーツが、アイアンマンのトニー・スタークが作った超絶ハイテクスーツの理由は、別のマーベル映画でほんのり示唆されていますとかね。だから少なくとも、アイアンマン1とか、キャプテンアメリカ1とかから見ないと、なんだかよくわからないからしんどいし、さらにはドラマシリーズの、マーベル映画だったり、X メンのキャラクターとかも出てくるから映画一つ見るのも、どんだけ前知識が必要なんだよ。って感じなのぜ。この映画がっていうよりも、マーベル映画全体がこんな感じで、ぐちゃぐちゃだから、熱狂的なファン以外は入ってくるなって感じ？そうじゃないけど、そういうネタやキャラが出てくると、しんどいなって気持ちになるのぜ。まあ、そんな感じの部分は置いておいて、ここからは、そういった前知識がなくても、楽しめるような感じの簡単なあらすじを紹介します。ありがたいのぜ。まず、シナリオは、デッドプール2の後に特に理由も意味もなく、音楽性の不一致から、主人公のデッドプールの恋人のバネッサと破局。で、バネッサとのよりを戻そうとして、頑張るってシナリオが今回のデッドプールさんのシナリオです。なるほどなのぜ。で、まずは、デッドプールって何ぬねの？ってところから説明します。彼はなんやかんやあって超再生能力を手に入れた一般人。この超再生能力とメタ発言の二つの能力を手に入れた後は、趣味？でスーパーヒーロー活動をしている口の悪いヒーロー。一応ヒーロー側なんだけど、口が悪いのと、性格がアグレッシブすぎるので、ヒーローというよりもトリックスターなのぜ。で、不死身の超再生能力持ちなので、ほぼ無敵。さらにはデッドプール2で、何でもできる道具まで手に入れたので、何でもできるし何でもありの超人とかしてます。ただタイムリープの道具は、シナリオの強制力によって自由には使えません。劇場版ドラえもんで、ドラえもんが秘密道具を使えないって感じの設定なのぜ。これが本作の主人公1。あ、それと、デッドプールが、顔がブツブツでハゲ散らかしているのは、魔改造奥手裏をガン決めして超再生能力を手に入れた代償です。メタ発言も、体が超再生能力に適応する過程で、頭がパーン、して、身についてしまった副作用って感じの設定なのぜ。これが本作の主人公1。で、もう一人の主人公のウルヴァリンは、X メンというシリーズに出てくる、超再生能力持ちのミュータント。ミュータントというのは、突然変異で、人間にそれぞれ何らかしらの能力が付与された、生まれた突然変異なのぜ。今風に言うなら、僕のヒーローアカデミアみたいな感じです。で、なんやかんやあって魔改造されて、アダマンチウムっていうファンタジー金属の、骨と爪を手に入れた男がウルヴァリンというキャラです。なのでウルヴァリンの固有能力は超再生能力持ちであり、なんとなく出てくる爪の能力は、くっそ雑に説明すると魔改造された、仕込み刀みたいなもので、本来の能力ではないのぜ。で、このウルヴァリンは、超再生能力持ちを持っているために不老です。超再生するから年を取らないのぜ。結果、老死しないのぜ。なので年齢は200歳とか、そんな感じのおじいちゃんって感じですね。で、ローガンって映画で何があったの？っていうと、X メンの世界って、
基本ミュータントというか、能力者が無能力者から差別されている、末法めいた世界なんだけど、そこでなんやかんやあって、能力者の子供を能力者が差別されない、安全な場所に密輸する過程で、能力者元産組織のエージェントにガメをベラさせられてしまうって、感じの映画です。ものっそい雑に解説してるけど、まあそんな感じでガメをベラしたのぜ。ちなみになぜ、フローのウルバリンが、ガメをベラしたのかというと、ウルバリン役のヒュージャックマンが、ウルバリン役するのは飽きたってなったから、まあ改造されたファンタジー金属の、毒素のせいで弱体化させようぜ。ってノリしたって感じなのぜ。めちゃぼかしてエッセンスを解説したので、気になるヘッズは映画を見るとって感じです。この映画は割と、ヒュージャックマンに配慮して、ヒューマンドラマ風に仕上がっているから、アクション映画好きというか、ヒューマンドラマ好きに調整されています。あと、ウルバリンが、ヒーローネームで、本名がローガンって設定です。このウルバリンを演じた役者がヒュージャックマンです。まあこの辺が、この映画に出てくるこの二人のキャラクターの雑な基礎知識です。では、ここからこの物語のさっくりとしたあらすじを解説します。シナリオは、なんやかんやあって、俺は昔はスーパーヒーローしてたんだよ、みたいな昔のトロフィーを、懐かしむ老害化してしまったとか、まあそんな感じで恋人から、見下り犯を突きつけられた主人公のデッドプール、なんとかよりを戻そうと、自分に自信をつけるために、アベンジャーズに、スーパーヒーローになるための面接を、受けるがお祈りされてしまう。この後なんやかんやあって、に出て手に入れたタイムリープの道具が、タイムパトロールの目に留まり、タイムパトロールに拘束されてしまう。そこでなんやかんやあって、主人公のいる世界は、ドスケベセクシーわがままボディのウルヴァリンが2017年の、ローガンという映画でガメをベラしてしまったせいで、世界中の女性とバラたちが、ヒュージャックマンロスしてしまう。結果、推しのいない世界なんて、存在している意味がないということから、世界が崩壊してしまうことに、大体合ってるのぜ。という唐突な事実を突きつけられる。こいつは困ったとぞ。ということで、んじゃ、パラレルワールドに存在する、2017年の、ローガンが発生しなくて、生存しているウルヴァリンに主人公がいる。パラレルワールドに来てもらえば、主人公がいる世界にウルヴァリンが存在することになるので万事解決やん。俺ちゃん頭良い？ということで、一番まともそうで、話が通じそうなウルヴァリンを拉致。これで世界崩壊は免れたしラッキー。と思ったら、なんかタイムパトロールのボスが、宇宙が膨張するとか、それだと映画として尺が足りないからとかいう理由から、んじゃ、俺が一挙ヴィランになってやっか、ということで、デッドプールとウルヴァリンを廃棄世界に廃棄、その廃棄世界は、あまたのパラレルワールドに存在する邪魔なキャラクターたちの、ゴミ箱みたいな世界であり、ここに飛ばされた二人は、なんとか廃棄世界から脱出して、ヴィラン役を買って出てくれた、タイムパトロールのボスをぶっ殺さないと、自分の世界が壊れちゃう、ということから廃棄惑星の脱出を試みるのでした。というのが大体のあらましです。ちなみにガンガン意訳しているけど、大体合っているのぜ。これは映画を見てくれればわかるけど、この映画のシナリオはヴィランの目的というか動機が雑なのぜ。ぶっちゃけデッドプールシリーズって、ストーリーをたしなむ映画じゃなくて、スーパーハイテンションな、コメディアン風な、トリックスターのコメディをたしなむ映画だからね。だから、おまんじゅう的には、あんこ空っぽにして見れるから、面白い方のマーベル映画だと思うよ。この映画は、デッドプールと、ウルヴァリンのコラボをたしなむ映画なのぜ。ついでに世界を救うとかまあ、世界を救うって要素は、デッドプールにとっては毎度のことながら、フレーバー要素みたいなものなのぜ。そこがいいんだよね。で、ここからはネタバレ上等？というか、このキャラクターは、こういう理由でこの映画に参戦しました。とかそういうこの映画で出てくるキャラクターの、背景とか解説をがっつりするので、映画を見る前にこの動画を最後まで見てくださると、映画を見た時に、ああ、このキャラクターはこれね、とか主にデッドプールの軽口の、意味だったりネタに対して笑ったりできるように、必要だと思った部分の補足、予備知識の解説を行います。マーベル映画やマーベルシネマティックユニバース、とか知らんくても、デッドプールのメタ発言を理解できるような補足解説なのぜ。ただし、その過程で、え？このキャラ出てくるの？知りたくなかった、とかなるかもしれないので、その辺は各自で調整してください。まずは新生時間軸について、新生時間軸ってのが映画で存在している世界線の軸で、静止ルートイコール新生時間軸。って覚えてもらえれば差し支えないです。新生時間軸以外の世界は、全部パラレルワールドで、サブって感じなのぜ。で次がここ。ここに出てくるキャラクターは、ほぼ全員デッドプール2で出演したチーム、デッドプールの一員です。で、ここで出てくるおひげのおじさんなのですが、このキャラクターはデッドプール2に出てきた、冴えない一般人のおじさんです。こいつは主人公のデッドプールとマブダチという設定？なので、このシーンで一緒に中古車販売の、セールスの仕事をしているって設定です。
このシーンは事前に2を見てないと、なんでこのモブのおじさんそんなに親しげなの？ってなっちゃうところだと思うけど、ちゃんと2で出てきたキャラなのぜ。ほとんど覚えちゃいないよね。次はこれ。これは、オリジナルの設定のウルバリンは、身長160センチの小型の成人男性なわけ。なので、身長188センチの、大柄なヒュージャックマンがウルバリン役をすることになった時は、原作ファンから、身長が違いすぎるとか、原作レイプとかって言われてた感じです。今じゃヒュージャックマンのおかげで、ウルバリンは大柄なキャラってイメージがついたのぜ。なので、このパラレルワールドの、ウルバリンにデッドプールが、原作のウルバリンか、って言ったのぜ。で、このシーンのこの人なんだけど、スーパーマンでスーパーマン役をしてた役者で、なんやかんやあって新作のスーパーマンやりたいって、あったらしいんだけど、なんやかんやあってスーパーマン役できねえってなって、そうしたらこの映画の脚本担当しているライアン・レイノルズ、デッドプールの中の人なのぜ、が、じゃあうちでカメオ出演で、ウルバリンやってみる？ってことで出演したっていう、ハリウッドの理不尽。みたいなのがあった息抜き？みたいなので出演してくれたというかそんなつながりらしいのぜ。ちなみに撮影中は、1日中葉巻を加えさせられてたせいで、撮影後に喉を痛めたらしいです。身内ネタってやつなのぜ。んって、次がこのシーンね。ここでデッドプールが、あの人、って言っているんだけど、これは、クリス・エヴァンスって役者がキャプテンアメリカをする前に、ファンタスティック4 2005年、って、映画でヒューマントーチっていう、メラメラの実の能力者を演じていたって設定ね。なので俳優が同じだから、メタ発言として、デッドプールはキャプテンアメリカ、って発言しているのぜ。次に、ここに出てくるモブの、雑魚敵たちなんだけど、これは大体 X 面に出てきた敵キャラたちだけど、まあモブなんで気にしなくてもいいです。やっぱつれいのぜ。一応、セイバープースってやつは、ウルバリンの実の兄貴で、ウルバリンと同じ超再生能力持ちの能力者って設定です。このシーンではサクッとガメをべらしたやつなのぜ。で、こいつね、この後ろ姿のハゲ頭で、椅子に座っているってことで、わぁってなったけど、これは X 面に出てくる、X 面組織のボスのチャールズってキャラクター、ポジション的には、ロックマンでいうところの、ライト博士みたいな立ち位置、こいつはなんやかんやあって車椅子なんだけど、それを彷彿とさせるファンサービスです。で、この物語の、ヴィランのこの女は、そのチャールズってキャラクターのイモジェって設定の新キャラ。で、よくわからないと思うから、解説しておくと、X 面組織のボスのチャールズってキャラクターは、世界最強のテレパスってチートみたいなキャラで、地球上のすべての人間の脳の中を、やろうと思えば覗き放題、洗脳し放題ってチートで、マグニートってキャラと、ジェガーノートってキャラは、自分の頭の中を覗かれるのを拒否って、チャールズを断りヘルメットをかぶっているって設定ね。で、これは X 面知らないと、チンプンカンプンだと思うんだけど、このチャールズを断りヘルメットを、チャールズに被せちゃえばチャールズを無力化できるわけ。なんというか電波を発信している。発信源を覆い被せちゃえば、効率的に電波の発信を抑えられるとかまあそんな感じなのぜ。とりまそんな感じの設定ね。で、デッドプールがあまたのパラレルワールドから、引き抜いてきたこのウルバリンは、その世界線では謎の組織によってウルバリン以外の仲間、は全員殺されているって設定。自分は仲間、救うことができなかった。っていう後悔から皮肉屋の自暴自棄になっているって設定です。で、これ、この黄色いスーツは原作カラーのスーツなんだけど、なぜ原作カラーのスーツが出た時にワッとなるのかというと、ほぼ全ての映画で、ヒュージャックマンが演じるウルバリンはダサいって理由で、ピチピチスーツを着なかったので、今回そのクソダサスーツを始めてきたということから、ワッとなったという感じです。で、最後が頼れる仲間たちの紹介。まずはブレイドって映画からウェズリー・スナイプス。まだマーベル映画とかが出る前の、めちゃんこ古い映画からの出演で、ぶっちゃけこの映画のこのキャラクターが、マーベル出身だってあの当時は知らなかったのぜ。オールドレジェンドのウェズリー・スナイプスが、本人役で出たことが割とサプライズでした。ちなみに、ウェズリー・スナイプスが、俺以外にブレイドは存在しない、っていうシーンは、このブレイドがドラマ化した時には、別の俳優がブレイド役をやってたので、それの皮肉というかメタ発言ですね。こいつは X 面から出演のガンビット。こいつは映画、ローガンに出てきた幼女。デアデビルから出演のエレクトラ。だいたいそんな感じかな？それと、このシーンで出てくる指輪の元ネタは、ドクター・ストレンジの持ち物。で、ドクター・ストレンジは、割とマーベル強さランキングでは上位に位置するチートキャラなので、能力がナロー系でいうところの創造魔法みたいなものだからなのぜ。ドクター・ストレンジを倒せる今回のヴィランは、強いなって感じでマーベルの熱狂的ファンは思うわけですね。後のモブキャラハマー、知らなくてもいいんじゃないかな？って感じだと思われます。とまあ、こんな感じのことを知って入れば、メタ発言をなんとなく楽しめたり、そういうことねってなるんじゃないかな？
ってことでまとめ、考察しました。で、この映画のおすすめ度なのですが、おすすめ度は、星1つ中、星 3.5? うちらおまんじゅうは、モラトリアムシーンがお好みではないので、今回のメインシナリオのテーマである、落ちぶれウルバリンの、モラトリアムシーンがやや過剰というか、もうちょっと短めに作ってくれないかな?飽きちゃうよって感じだけど、うちらおまんじゅうは、ずっとドンバチしててくれればいいっていう、お子様ランチみたいな性格だからなのぜ。ただバトルシーンが本当によくできていて、とりわけ、最後のこのバトルシーンが、最高に面白いよくできてるし笑える。音楽のセンスもべね、中毒性があり何回も見たくなる。撮影に9ヶ月もかかったらしいんだけど、9ヶ月の価値のある、ガチで面白いシーンでこの映画で、このシーンを見れたことにリスペクトって感じ。一度アニメで作って、スタントマンでそのアニメを再現する、手法を取ったらしいのぜ。このシーンにマドンナのライクアプレイヤーを使うって、ガチでセンスいいなって思ったのぜ。ガーディアン・オブ・ラ・ラクシーといい、マーベルはガチでバトルシーンの選曲が、お上手です。あとはこのシーンのデッドプールの茶化しっぷりも、お茶目で面白いし、このシーンのシートベルトで、ぐるぐる巻きにしてあるシーンとか、デッドプールってキャラクターがガチで、マシンガントークでずーっと茶化し続けるコメディアンだから、見てて飽きないし、いいキャラしてます。例えばこのシーンで、主人公は、ウルバリンに全然共感しないから、回想シーンに入ることもないし、サクッとシナリオが進行するのでべね。コメディのセンスはとてもあるし、さすがライアン・レイノルズという出来。ライアン・レイノルズはデッドプールを当てたことでメジャー入りを果たした役者なのぜ。本当に苦労人で、デッドプールってキャラクターのファンで、ずーっと自分がデッドプール演じたいって思ってて何度も挑戦してダメだった時もあるけど、やっとヒットさせてメジャーの仲間入りができたのぜ。なので、ガチファンが作ったオタク映画なので、とても面白いし、アベンジャーズ以降のマーベルヒーロー映画って、ちょっとくどいし、前知識を強要されるしって感じで東四郎には、とっつきにくくなっちゃったんだけど、この映画は東四郎とかカジュアル層も笑って見れる本当にいい感じの息抜き、消費するコンテンツとしてよくできています。ファミリー、デートムービーとしても使える出来栄えなので、とてもおすすめ。それとデッドプールはエンドクレジットの後に、必ずサービス映像が、入っているので、最後まで見るといいと思います。最後までご視聴ありがとうなのぜ。皆さんはこの映画をどう評価しましたか?皆さんのコメント、感想をお待ちしてます。いいねしてくれたり、ファンになってくれると嬉しいのぜ。それでは、次の動画か夢でお会いしましょう。ラブ&ピー。